チラシ寿司バー銀車輪。こんな店あったかな。へえ、らっしゃいらっしゃい。食いねえ食いねえ、寿司食いねえ。この声はてやねえ、寿司食いねえ、グッドンです、どすこい。何やってんだあいつ。お客さん、まずい。今週初めてのお客さんだ。どうぞどうぞ。鈴木です。野垂れ死んでるのかと思いましたよ。まさかこんなとこで再会できるとは。っていうか、どうしてこの店が分かったんですか。あ、いや、小雪に聞いてな。なるほど。さあどうぞどうぞ、食いねえ食いねえ、寿司食いねえ。お邪魔します。本当にお久しぶりです、キリュウさん。15、6年ぶりですかね。もうそんなになるか。時の流れは早いな。伝説のキャバ嬢がチラシ寿司屋になってるくらいだからな。びっくりしましたか。さすがに驚いた。どうしてまたチラシ寿司屋を。いや、小さくてもいいから自分で飲食店を開きたいなってずっと思っていたんですよね。でも私、得意料理ってチラシ寿司ぐらいなので。どうせなら自分の得意なフィールドで勝負した方がいいって言いますし、だからね。なるほどな。いいんじゃねえか。自分で一生懸命稼いだ金で夢を叶えたわけだ。すごいじゃねえか。で、店はどうなんだ。儲かってんのか。それが全然。チラシ寿司の味には自信があるんですけどね、チラシ寿司とお酒が合わないのかな。どうだろうな。だが、お前伝説のキャバ嬢だったんだろ。当時の客とかを呼べばいくらでも流行るんじゃないのか。いや、それも手としてはわかるんですけどね。なんか主義じゃないと言いますか、違うなと。だって私目当てのお客さんで店が埋まったらチラシ寿司がかわいそうじゃないですか。ママが作るものなら何でもいいよみたいな感じで店を繁盛させるのは、チラシ寿司屋というフィールドで戦う以上違う気がするんですよね。スナックとかそういう接客主体のお店ならわかるんですけどね。私の店はあくまで主役はチラシ寿司なので、人脈じゃなくチラシ寿司の力で流行らせたいんです。なるほどな。雪らしいな。そうですか。ああ、天然で抜けているように見えて、実はきちんとポリシーや熱意を持っていて流されない。お前らしい考えだと思うぜ。フォー社員だって10年以上もトップをキープするには時代の流れに乗ることもそうだが、乗らずに流されないことも大事だったはずだ。それができたからナンバーワンで居続けられた。ユキには経営者に必要なそういう軸があるのさ。多分な。そうですか。その怪しい笑い方も相変わらずだな。まあでも結果として全然流行ってないのは事実ですからね。毎日暇で暇でしょうがないですよ。小雪は
ゆきさんは毎日忙しくて大変みたいですよとか言ってたぞ。あいつに嘘ついてんのか。だって新たな挑戦をしてくるわとか短歌切って出て行ったのに、めちゃくちゃ暇してるなんてかっこつかないじゃないですか。変に心配かけてもあれだし、客がいないなんて言ったら小雪ちゃん毎日通ってくれちゃいそうだし。まあ確かにな、小雪は雪のことが大好きだからな。今も昔もそこは変わってなかったぜ。嬉しいな。こうやって新しいことにトライできるのも小雪ちゃんっていう信頼できる後輩がいたからですからね。感謝してます。でも小雪ちゃんは頑張り屋さんだから、頑張りすぎて倒れないか、それだけ心配ですけどね。ああそれなんだが、なんだか今大変そうだったぞ。え？そろそろオープン初日を迎えるらしいんだが、他の嫌がらせもあって人手が足りていないらしい。小雪が一人で奮闘してるみたいだが、新店舗はそこそこ広さもある。客が押し寄せる初日をうまくさばけるか、はあ、少し心配だな。あいつ自身も体調があまり良くないみたいだし。そうなんですか。言ってくれればいくらでも手伝うのに。あいつはいつで心配かけたくないんだろう。それにユキさんは忙しいから足を引っ張らないようにしたいんだと。マジで本当に全然忙しくないのに、私が見え張ったせいですね。悪いことしちゃったな。キリュウさん、私小雪ちゃんを助けに行ったらダメですかね。うざがられますかね。小雪が助けに来たお前をうざいと思う子かどうか、その答えを一番よく知っているのはお前だと思うぜ。キリュウさん、そうですね、ありがとうございます。水臭いのはなし。困った時にはいつでも助けに行く。だって小雪ちゃんは私の大事な仲間ですもん。私準備してカムロ町に行ってみます。キリュウさんもよかったら放射員の初日顔出してくださいね。わかった。よーし、久々におばさん頑張っちゃうぞ。